皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もヒョワイルやっていきましょう。今日の動画はですね、新たに更新されたルーレットの確認と、あとはね、ストアの方の更新がね、一気に来たので、そちらをね、確認していこうと思います。で、今日はね、エイプリルフールということで、エイプリルフール限定のパックも追加されたということで、今回はね、そちらを全部買っていこうかなと思います。ということで、かなりの課金会になるんですけど、やっていこうかなと思います。そしたらまず、ウェブイベントから見ていくんですけど、最初にルーレットの更新が来たということで、アイテムの受け取り見ていくと、いつも通りのね、プレゼントあるので、こちら受け取りましょう。で、続いて、キャンペーンで4月に入ったということで、ロギンボーナス来てますね。一応、目玉の報酬で言うと、14日目の111から114のレジェンド戦士パック、あとは25日目の112から114のレジェンドパックがあると。これもね、毎日欠かさずログインしましょう。で、早速、ルーレットの方見ていきたいんですけど、まずは、普通の方から見ていこうかな。今回来てるのが MVP のアンリ選手ですね。5神、5神、6神、6神、8神と来てます。で、このアンリ選手ね、当てても売れないので、まあ、使うしかないといった感じで、一応能力見ていきたいんですけど、115ですね、元の OVR が。で、スピード瞬発高いな、強い。で、活動量が両方中等で、個人技ルーレット特性に関してもね、ラインブレーカーとかフレアとか持ってて悪くないかなと思います。これもやっぱ強いね、普通に。まあ、欲しい。普通に欲しい。そしてルーレットプラス見ていくんですけど、今回ね、選手というよりは、パックの方ですね。まずは、TOTY22 の表彰選手パック、進化3確定のやつですね。これが来てます。あとは、TOTY のベスト11、先発選手パックと、あとはそれの誤信のやつですね。で、これ出る選手がね、全選手対象ではなくて、このお知らせから見ていくんですけど、はい、こちらです。今回来るのがデブライネ、カンテ、ジョルジーニョ、カンセロ、ルーベン・ディアス、あとはアーノルドと、こちらの2、4、6選手となっています。で、3から4も一緒で、デブライネ、カンテ、ジョルジーニョ、カンセロ、ルーベン、アーノルドとなってます。なんでね、今回、当たりといったらデブライネと、カンセロ、ルーベンあたりは強いね、欲しい。で、表彰選手パックについても、ロナウド、ルティガー、サラー、メンディ選手が対象となってます。なんで、ホーランドとかね、オドリッチとか、あとミュラーか、は出なくなってますね。で、一応今回、その配布分のルーレットあるので、そちら引いていこうと思います。保有財貨見ていきたいんですけど、期限切れそうなやつあったかな？お、ルーレットキーが期限切れそうですね。なんで、1080個分ルーレットキー引いて、プラスの方は300個分引いていきましょう。5連と下が何連だ？ 1080 個だから20連ぐらいできるのか。そんなできないか。まあ引きましょう。1080個だから、1400まで引きましょう。アンリ当たんねえから間違って。さあ行きますよ、どんどん行きます。結構ね、いつも通りのツイッター見てると当たってるんで、1回ぐらい当たってもいいけど。さあスペシャルゲージ来ました。確率はね、いつもと変わんないんで、そんなに当たんない。普通に考えて。って言ってるけどね。はい。惜しいね。まだいけるな。これともうちょい引けるな。来ない。来ないよね。じゃあ、あとは、2連ぐらい引こうかな。いや、惜しいな。当たんないよな。もうちょうどいいじゃん、これで。これで、ちょうど使ったかな。ほい。いやー、来ない。さあ、演出来るか？お、来た。いいね。スウェーデンの CAM。誰これ？ライプツヒ？フォースベリ選手。いいじゃん、110。オッケーオッケー、ありがたい。そしたら続いてルーレットプラスの方引きましょう。まあ、確率はね、こちらも渋いんで、まあ当たらないでしょう。300個ということで5連か。行きましょう。はい。1回ぐらいスペシャルゲージ回そうか。せっかくなんで。止まらんよな。けどこの前のさ、スタムのやつさ、止まってないでも当たったからな。演出来るかもしんないよ。来ないわ。はい。止まれ。いやー、止まれ。止まんない。そしたら、これでスペシャルゲージ1回と。これだけ回して、おしまい。いやー、惜しくない。全然惜しくない。まあ、こんなもんですね。そしたら、ストアの方を見ていきたいんですけど、ストアはね、かなり商品が追加されてます。まずは、ルーレットキーこれ買おう。とりあえずこれ買おう。これ買って、あとは、このね、春の無料10連パック来てますね。これが210連までね、毎日引けるんで、21日間。これは毎日引きましょう。これも行こう。結構いい選手出るんで、115まで。だから当たるかもしんないよ、いいの。ほら、来た。お、チャンピオンズリーグだな。ウルグアイ？ C
CB 誰だ、フォルティング、コアテス、微妙、110か、微妙だな普通に。まあこんな感じでね、毎日充電できるんでやりましょうと。何パーよ、115とか 0.01 パーか。まあ弾けたら奇跡って感じだなこれ。で一応 100FV でも同じの弾けるんで1回限定で、これもね、まあ FV あったら全然弾いてもいいかなと思います。運試し行こう。演出来いよ。来なかった、悲しい。まあ一応110は出てるね。はい、こんな感じです。で次がこのエイプリルフールパックですね。これがね 1,2,3,4 4種類来てます。これ全部買います今回。まずは 300FV で進化素材が5個、これいいじゃん、これ買おう。これ買ってほぼ110、うそ、110にめっちゃ出るじゃん。確率はいいね、全部 33% なんだ、これいいじゃん。であとは 1000FV でこれ毎日1回購入可能か。110から112が10体か。これも1回買おう。GO!、まあ、1000FV だしね、OK。買いましょう。こんな感じよ。おお、いいね。これもだいぶいいじゃん。そしたら次が、2940円で買えて、FV と進化素材か。これも結構いいんじゃないか。あ、けどこれは確率が違うんだね。116.5% か。ここも全部一緒でいいのに。こっちが、490円で買えて、FV ついてくると。これはこれ 33% なんだよな。こっちでいいんじゃないかと思うんだけど。まあこれちょっとケチということで、まあ、今回ちょっとこのパックを買っていきましょう。で、これもね、現金で買うパックなんで、買う場面はスキップしていきたいと思います。さあ、購入していきました。こちらは2回まで限定購入可能だったんですけど、今回は1回だけ買っていこうかなと思います。よし、じゃあ引きましょう。まあ、116一体が出てくれてもいいんじゃないか。そしたらメールボックスからね、早速受け取りましょう。まず A から受け取ろうか。ほい。ほい。116。出ろ。さあ、500FV。2940FV。次、進化素材来るぞ。はい。まあまあ、115ね。当たれば、まあ、よしでしょう。OK。続いて B の方引きましょう。さあ、来い。112。一人と。まあまあまあ。FV がついてくるからね。これもよしと。以上が今回追加されたパックになりますね。まあ、とりあえずね、春の無料充電だけ毎日忘れずに引きましょうと。FV とかね、現金に余裕ある方は、エイプリルフールのパック買ってもいいかなと思います。ということで今回はね、かなり課金会ということでいっぱいね、パック買ったんですけど、まあ、エイプリルフールのね、パックに関しては本当お得なやつが多いんで、ぜひね、買ってもいいかなと思います。無料のね、充電でも紙引きした人はぜひね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。